お疲れ様でございます。今回はノクさんの数時間前に上がった動画をね、拝見したんですけども、そう。まあ、相変わらずですね、あの例のパンデミックのことを日本だけが引きずってるみたいなんですよ。いや、のね、日本だけがっていうガラポゴス化ってのは、携帯電話だけではなくってね、まあ実はグルテンの含まれている小麦の件だったり、それからね、ドレッシングとかね、モンサント社の、まああの、 雑草、からし剤だったりね。なぜかね、世界中ではもうやめようねって言ってやめてるのに、日本だけは残品処理のようにいろんなものが突っ込まれてるっていう現象をよくね、目にして耳にするんですよ。まあでも私たちは、こうか不幸か、日本からあんまり外国に出るっていう経験をしませんよね。だから、ついつい世界中がこうなのかなと思ってしまうんですよ。いや、本当にね、島組の 私たち日本という島国のねメリットデメリットがそこにいろいろとあるんだなと思いますまあつまり日本で起きてることは世界で起きてることっていうふうに勘違いしがちなんですよねでも実際どうなんでしょうか私たちの島国日本では北海道で起きてることが同時に九州沖縄で起きてるこれはよくあるんですよ、うん、都心で起きてることが少し時期をずらして地方にも行き渡っていくこれも結構ありますよね でも本当にガラパゴスってのはどういうことなのかっていうと独自にその島だけで進化していることまあ進化というのかどうか分かりませんけど変化していることなのかなと思うんですよそうなった時にいまあ、未だにねなんか注射をしましょうとかねマスクをしましょうとかって誰がこれ広めてるのかなと思っちゃいますようんまあほぼね関係ねえだろみたいなね <laughs> まああの信じたい人は信じる まあそれで仕方ないのかなと思いますけども、うん、まあんと言いますか住みづらさを感じるばかりでございますまるでですね戦争反対って昭和18年19年に言ったら「非国民だ!」って言ってね村八分になったり吊るし上げたりするようなそんなことを感じますまあそして近年までもそのハンセン病ってのがありましたよねあれについても日本国民は大いなる勘違いをしてみんなでね 加害者になって、同時に被害者もそれを受け入れざるを得なかったってところがあってね。まあ、解決の火の目を見ないっていうことが現代にまで続いております。確かに法的には保障が行われたりとか、社会運動が一定の効果を出したんですけども、すでに手遅れってことばかりですよね。人生や青春や家族を奪われた人っていうのがそこにいたわけですから。それと同じようなムーブメントが今、また、 パンデミックによって起きようとしてるのかなとうん。私たちはよそ,よそからの情報をね当てにするんじゃなくて自分で考えてどうなのかなってことも時にはね足を止めて立ち止まってみるまあそんなことが必要なのかなと思いましたねそれではライブ放送が始まります